アドックスは写真フィルム、かつては写真機のブランド、商標であり、フィルム及び印画紙、現像液等を製造販売するドイツの企業である。ビルヘルムレントゲンに協力し、世界で初めて X 線撮影を記録する写真看板を開発した企業としても知られる。現在アドックスの商標を継承する企業の正式名称はフォトインペックス有限会社、事業会社は アドックス・フォトベルケ有限会社であり、かつて創業以来続いたアドックス・フォトベルケ・ドクトル・ C ・シュロイスナー有限会社は、現存していない。カナダにおけるアドックスの商標系を保持する企業、アドックス・フォトワーク・インクについては、カナダの不死、およびブルーファイア・ラボラトリーズの項を参照。アドックスの商標。1860年、カール・シュロイスナー博士が、フランクフルト・アム・マインに創業。 同地に世界初の写真材料工場を建設する。登録後の社名はアドックス・フォトベルケ・ドクトル・シー・シュロイスナー有限会社である。シュロイスナー博士は1895年にビルヘルム・レントゲンが発見した X 線を記録する媒体としての写真看板を世界で初めて開発する。シュロイスナー・レントゲンに名を残すことになる。 1938年には写真機製造のビルギンを買収している。これは経営するビルギン兄弟が国外に亡命したためで同社が製造していた写真機、ユンカに対して専用フィルムを提供していた関係があった。アドックスは1920年代から1960年代の時期、ヘッセン州のシュートビースバーデンに工場を持ち、 同工場で120フィルム用のアドックスゴルフ、135フィルム用のアドックスポロに代表される写真機を製造した。写真機動車の写真用フィルム、アドックスキロバイト14、アドックスキロバイト17はドイツ国内ばかりでなく海外にも輸出された。特にアメリカ合衆国ではドイツ製ワンダーフィルムとまで呼ばれた。フィルム1962年、シュロイスナー家が 写真事業を売却、アドックスの商標は使用されなくなる。1972年には、アドックスの資産を取得していた米国企業リューポンが、アドックスの工場の機材をクロアチアのフォトケミカに売却している。フォトケミカの FK ブランドの製品には、アドックスの白黒フィルムの製法が、2003年、ベルリンに存在する企業フォトインペックス有限会社が、失効していた。 アドックスの商標権等を取得、財産を継承し、事業を継続する。事業を行う会社は、アドックスホトベルケ有限会社とする。同年、カナダでもアドックスの商標権を得た企業があったが、交渉の末、カナダでのライセンスを得ることで、フォトインペックスが全世界における販売権を保持できることとなった。カナダ2009年。 ブランデンブルク州オーダーイコールシュプレー・グンバード・ザーローにフィルムやインガシ・現像液の生産拠点を開く。従来のフィルム製造に使用された機材は現在も継続的に使用されている。アドックスフォトベルケの公式ウェブサイトには全世界的に製造がストップしている110フィルムを復活させるプロジェクトについてのアナウンスがあり、2011年2月14日現在の 情報としては、ある一定の時期に実現できるであろうが、フォトインペックスの事業収支以下により、プロジェクトが終了することもあり得ることが記述されている。また、同社の126フィルム製品である、アドックス ADC200 インスタマチックは、現在生産終了しており、工場内に必要な部品があれば、生産可能であるが、その調査結果がわかるのは2012年の暮れであり、 それまでは一切問い合わせをしないでほしい旨のアナウンスを行っている。カナダアルバータ州のカルガリーに存在する企業、アドックスフォトワークインクは、アドックスの歴史と価値にインスパイアされた観光材料の製造販売会社であり、同国内におけるアドックスの商標権を報じしているが、アドックス製品の販売は行わない。カナダにおいては、ドイツのフォトインペックスが、 アドックスフォトワークからカナダにおけるライセンスを得て直接販売するという複雑なスタイルをとっている。同社はブルーファイアブランドの製品を独自に製造を販売している。このことによってフォトインペックスはアドックスブランドの全世界で使用することが可能になった。現代のアドックスクラシックパン100で撮影された写真、アドックスゴルフ、アドックス66、 アドックスポロ。アドックス床の全身、ユンカ。アドックスフォトベルケドクトル C シ,シュロイスナー有限会社の製品であり、1960年代までにすべて生産終了している。120フィルム使用、127フィルム使用、135フィルム使用、3 5ト、mm、ルフィルム使用。ありがとうございます。